はい、オフィシャルシークレット。イギリスの政府機関で主にあの翻訳に携わっていた女性がアメリカのこうイルクス戦争に入るためのこう流した情報にこう嘘があることを気がついて、それをまあリークしてあの秘密を漏らしてはいけないっていうあの制約をしているわけですけど、それに反したっていうので起訴されて、それが裁判になる、戦うっていうあの実話を元にした話です。あのイラク戦争をこうアメリカが大量破壊兵器があるとか言った嘘をついたって今ではもうはっきりしてるわけですけども、キャサリン・ガンっていう女性があのマスコミに流したわけですね。この嘘の情報によってあの戦争が起こったら大勢の人が死ぬと、それはあの止めなきゃいけないっていう使命感でやるわけですけども、もちろん社会派ドラマなんですけれども、非常になんかあの重心が低いっていうのか、細かいところの描写で の緻密で、あのそのマスコミ流されたマスコミがちょっとこうスペルを間違えたっていうのを見つけた人間がこうネットでわーっとこう盛り上がって、これはフェイクニュースだとあの騒ぎ立てるっていったのも怖さですね。本当にちょっとした不注意でそういうのが間違いが出てしまったのが徹底的に疲れると。まあこの映画のテーマは端的にセリフで言っちゃったようなもんですけども、ヒロインの女性がこう、私は国に仕えてるわけだけども、国ってのは政府のことでは話もないと、国民に仕えてるんだっていう、それだからあの大勢の国民があの死ぬことをもう黙って見過ごすことはできないっていう、必ずしも信念っていうわけでもなくても、これはやっちゃいけないんじゃないかっていう、都民としてとかなり常識的で切羽詰まった判断からリークしたわけですけども、まあ、それに対しては、まあ、当然あの政府側は締め付けをしてくるわけだし、それから見張りもつくわけだし、それに対してあのレイファインズがやってるあのいわゆる人権派弁護士、まあ、味方につくわけですが、非常にやっぱり実務家としてあの優秀っていう感じで描けてるのが優れたところだと思うんですけれども、必ずしもあの正義とあの悪との戦いっていうんじゃなくて、かなりプログマティックでご都合主義であの手を引いてしまうっていった感じの展開になるんですね。そのあたりはもうあの実際そうだったんだろうし、あと単純にやっぱり正義が勝つなんていうのは信じられもしないし、実際事実もないだろうしっていう、ただしやっぱり信念に基づくあのリークっていうのか、告発があの抱かせられるっていうような逆さまな結末は避けられたっていう、それだけでも実際は実はもう大変なことじゃないかっていう感じがあります。レイファインズもそうですけども、キーラ・ナイトレイもあの人はやっぱり硬質な感じがするんですけど、硬い感じの硬い表情っていうんですかね、今回だとあの非常にもう恐怖出すとかあの不安とかいうのをあの押し殺して信念に向かってあの押し通していくっていう、まあ、最初から闘志いったわけじゃなくて、その時のこう良識とか良識があの積み重なってるのは結局大変あの大きなことにつながっていくっていう感じでしたね。キーラ・ナイトレイってそういうの、 あの似合いますよね、信念というか反骨というか、まあ、いいですね、国家公務員というか、公務員は政府に使われてるんじゃなくて国民にのために働いてるんだっていうのは名言ですよね、その信念を持ってしても変えられないことはあるけど、大きくは勝てないけど勝負には勝つ、試合には負けちゃうけどみたいな。あとまあ最後の方であの裁判になるんで、あの下の裁判所の下の方からこう法廷に上がって階段登って上がっていくっていう構図になってるんですけどね、その時のあの構図ってどっかで見たことあるなと思ったら、昔の映画であのマデリーン愛の旅路っていうのがあって、デビッド・リーン監督のあの作品なんですけども、これであの19世紀にあったあの殺人事件を扱ってるんですが、その時のやっぱり裁判所が出てきて、その時のこう構図がすっきりそのまま残ってるんですね。19世紀の中をというか21世紀になって思って、まあイギリスらしいわっていう感じで。イラク戦争、FOX ニュースですよね、前も話しましたけど、フェイクニュース、フェイクニュースに関してはそのフェイクニュースを出す、あるいはそれをまた指摘する人たち、なんか日本のそういう人たちと層の厚さというか凶暴さが、なんか欧米は一枚も二枚も怖いって感じがしますよね。
あとまあ、あのヒロインの、あの夫がやっぱりあの移民なんだもんで、あの、あの不法移民として送還されそうになるっていう、あのサスペンスって、まあそうね、相当強烈なものがありましたね。本当に怖いからここは、まあ、移民、あの移民ってところで、あのそれだけではもう警戒されるし、敵視もされるっていう。それはあれですか、奥さんがそういう告発的なことをやってるから、理由をつけて正規に移民で、あの来てるのに理由をつけて国外追放されかけるんです、ね、そういうことなんですね。非常に怖いですし、ああいうやっぱり家族に、あの圧力かけるってのは、まあ、骨格的には違いませんからね。そうですよね、非常にいやらしいけども、ね、自分の身ならね、どんどんもうさしてくださいって、ね、それで死ぬなら本望だっていう人はいるんでしょうけど、家族にね、行くと拳を下ろさざるを得ないっていう、そういう映画も数多くありましたね。